誰？俺知らないキャラクターなんだけど、この人たち誰？どうきょうすけです。まあ、サムネとタイトルにもある通り、今日もまた海でマックを食べます。海、ありがとうございます。いや、さっきちょうどいいね、撮影スポットというかポイントというか見つけたんでね、ちょっとそこに向かってるんですけど、足持ってかれるからマジで歩きにくいの。疲れた。ちょっと待ってね。さあ、ということでね、食べていきますか。いや、ちょっと前にてりたまを食うっていう動画を撮ったんですよ、海でね。あれ以来ね、マックの季節ものとか気に入っちゃって、で海で食うのもいいなって、シンプルにね、マックの季節ものが出た時はこういうことします。いや、気持ちいいのよ、何より。すごく気持ちいい。見てください、半袖でちょうどいい気候なの。今が一番好き。なんかもうずっとこういう気候でいいわ。気持ちよすぎるもん。安定しすぎている。もうね、24ともなるとそこら辺でウェーイって叫ぶようなのがもう疲れてくるんですよ。もう落ち着いていきたい。うん、若者乗りに疲れた。もう若くない。わからないな。若者乗りを今までしすぎたせいでちょっと飽きちゃって、今若者乗りの休憩期間かもしれない。いや、今日のマジでミスったなっていうポイントは、サングラスを忘れてしまったっていうことですよね。眩しいこと眩しいことで、目細いじゃない。目なくなるのよ、眩しいのが苦手すぎて。辛いって。いや、でも気持ちいいからいいか。気持ちいいからいいわ、何でも許せるわ、それだけで。いや、動画回しとけばよかったなと思ったことがあって、これをまあドライブスルーで買ったんですけど、商品受け渡しのところで、あの YouTube やってますよねって言われて、インスタフォローしてくださってるらしくて、俺マックに行っても声かけられるんだ、でかくなったもんやな。シンプルに嬉しいっすね。頑張ってきてよかったなって思える瞬間ってああいう時だよね。ただまあ、まだ天狗になっちゃいかんなと。天狗になるレベルではない、全然。6000人やぞ。底辺も底辺。いや、底辺も底辺って思うんですけど、まあ数字だけ見たらね。いや、宮崎のテレビに出てる方とか音楽やってて起用されてる方って、数字だけなら勝ってんのよ俺。活動の土俵が違うから、まあそうなるのはしょうがないんだけど、まあでもデータとして知名度を見るってなったらフォロワーとかじゃないですか。俺の方が全然勝ってるよね。なん、どうやってんのあれ、どうやってんの。俺もちょっと出たいよ、宮崎でこうやって胸張って頑張ってるっていうのに。これなんだろう、羨ましいなって思うんです。お前らなんかがなんでテレビ出れてんだよっていうことじゃないです。シンプルに羨ましい。俺も出たい。てか、なんならちょっと友達になりたい。羨ましいですね。まあでもね、まだ出たって知らない人しかいないだろうから、まだいいわ。1万人とか2万人とか言ったらね、そろそろ出させてよ、ちょっと頑張ってるやんっていう気にもなりますけど、6000人まだ結果出せてないんで、数字だけ持ってるけど結果が出せてないみたいな、で数字も微妙みたいなね。そりゃ出れんわ、うん、もっとね、自分に自信持ちたい。はい、そしてメインですよ皆さん、ユーリチーチーズチキンタツァ、これが食べたかった。今年はコナンらしくてね、ここにコナンがいますね。あ、ヘイジとカズハね、いますね。誰？俺知らないキャラクターなんだけど、この人たち誰？すいませんね、コナン多分映画あれまでしか見てないんですよね。ギリカラクレナイは見ました。去年のチキンタツタは確かワンピースコラボでしたよね。あれの時に俺チキンタツタを初めて食べて感動したんですよ。こんなうまかったんだ、今まで無視してきたけど。だから今年も食べようと思ってたんです。今年も食べようと決めてた。で、どっち食べようかなって、普通のチキンタツタともう一個みたいな感じでいつも出るじゃないですか。油淋鶏とチーズって最高やんと思って、なんでね、今回油淋鶏チーズです。ということで、いただきます。あ、うまっ。え、うわ、バカうめえ。チーズが効いてるわ、これは。今のところ油淋鶏味はあんまり感じないんですけど、あー、なるほど、ソースがこの油淋鶏味を出してたのか。ソースに達してなかったです、僕が。こりゃうめえわ。うめえ、こりゃうめえぞ。あはは、幸せすぎる。俺マックめちゃめちゃ好きなんですよ。晴れた時の海も好きでしょう。大好きな空間で大好きなものを食うってもう最高ですやん。こういう普通のハンバーガー、うん、ファストフードだったとしても、まあ綺麗な皿だったり、ね、素晴らしい空間だったりで食べると、その価値は高騰するんです。これぞ調和ってトリコのサニーが言ってました。間違いない。まあセットで700何十円ぐらいしましたよ。それ以上の価値がある、お値段以上。ニトリ、あー、うますぎて切れそう。イライラする。ダメんだ。マックさん、すいません、僕からの提案なんですけど、ヤンニョムチキンタツタとかやりませんか。もしもうすでにやってたらもう本当にごめんなさいですけど、これヤンニョムにしても美味しいんじゃないでしょうかっていう気がしてきました。ご検討よろしくお願いします。
浸っちゃってたよ今。俺がアーティストだったら3曲できる。気持ちよすぎて3曲作れます。ということで、マジで気持ちいいんでね、ウビマックマジで広めたい。ウビマックってまだ流行ってないよね。わからん、ちょっと後で調べよう。ウビマックマジで気持ちいいので皆さんやってください。本当に広めたい、これこの活動。今若者の間で流行っているウビマック、その実態とは。目覚ましテレビとかでやってほしいな、朝マック特集、今時とかで。ウビマックっていうハッシュタグをこの動画につけておきます。皆さんウビマック流行りしましょう。友達とかと、まあ、海に行ってマックを食うっていう写真をインスタで上げてください。ハッシュタグ海マックをつけて、で海マックが流行った暁には、皆さんこの動画を広めてください。流行ったよ、僕が海マックの創始者です。あーちょっとマジ流行らしたいな、気持ちよすぎるもん。ということでマックでなんか新作やら、まあ、季節物が出たらまた海に来て食べようと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。広めよう海マック。